考える派は、松本清張の長編推理小説。週刊読売に連載され、1961年6月に角川書店から刊行された。太平洋戦争中の日本に秘蔵された財宝、陰徳物資をめぐって発生する連続殺人事件を描くミステリー長編。1962年に東映で映画化されている。井上大作りは、 夜の銀座でガラスを破壊するなどの気候を起こした角で留置場に拘留された。留置場内で井上は、佐吉博吉という名の無口な青年に声をかける。井上は佐吉に親切にし、就職の圧旋まで申し出る。表情を示さない佐吉だったが、結局佐吉は大日建設という会社に就職することになった。しかし、井上の周囲には、 次々と怪人物が現れ、彼らと接触しながら、井上は謎の行動を続けていた。東京成功の雑木林で右胸を刃物でえぐられた死体が発見され、続いて川崎の工場地帯で不思議な宝の案内メモを持った不老者の死体が発見された。捜査は停滞していたが、他方、世の中に何の希望も感じられず、ルーズな仕事を続けていた先に、井上は、 ある要件を持ちかける。ところが、井上の指示通りに、代々木駅近辺をうろついていた佐吉は、近隣で発生した、東南アジア施設団団長射殺事件の容疑者として、警察に逮捕されてしまう。さらに佐吉の周囲で不可解な事件が続発する。事態を知り、真相をつかもうと、佐吉は、調査に乗り出す。小説の舞台の一つ、 小菅村沢部方面1962年5月16日公開。制作は東映東京撮影所配給は東映。公開時のタイトルは松本清長のスリラー考える派。企画は当時の東映東京撮影所所長岡田茂。東急グループ内で孤立する大川博史東映社長は東映内で幅を利かす東急系の子参幹部から 早く東映ハイ抜きの若手、岡田茂、今田智則の時代に切り替えをしたくて、1962年2月15日に、それまでの企画本部を実質解散させ、東西の撮影所の所長に、企画の最終決定権を持たせる、思い切った人事を発令した。これにより、1961年9月に、東映東京の所長に就任していた岡田に強い、権限が持たされた。 岡田は佐伯清など巨匠監督を一人残らず契約解除し、深作金次ら若手監督を起用。若手と中堅との混成で、東映東京の改革を推し進めていく体制をとった。ただ、現代劇を制作する東映東京には、絶対的にお客を呼べるスターが当時はおらず、それで、所長就任後に最初にやったのが、特に売れたスリラーなど知名度の高い原作を母体と、 する企画であった。坪井久氏の草の宮や小坂圭介2.26事件脱出、菊村いたるの残酷な月や本作などで、しかしこれらの作品は評価されるも興行が振るわず、監視にも拒否され、営業部も宣伝も黙って市場に流す状況。つまり、対外的にも、対内的にも熱が入らず。そこで、 体内的にまず PR の行き届くものを作ると決めた。岡田茂は映画の企画力も去ることながら、俺の仕事の半分は社内セールスだ、これ当たるでなどと周りに吹き回り、営業部や工業部をその気にさせる宣伝力の際も持ち合わせていた。ここから岡田が仕掛けた、東映ギャング路線、喜劇路線、名作路線、人気路線などが次々当たり、 岡田の一言で制作が決まって、会議なしという状況が生まれ、以降、岡田の評判する不良性感度映画が幅を利かせていくようになった。他、ありがとうございます。